2007年4月14日に行われたマンチェスターシティ対リバプールでのキャラガー、ジェームズ・キャラガーはイングランド、マージーサイド州ブルトル出身の元サッカー選手、現サッカー解説者。現役時代のポジションはディフェンダーでイングランド代表であった。クラブではデビューから引退までの17年間、リバプール FC に所属。日本語では英音により近いキャラガーとも表記される。 リバプールのユースチームで育ち、1996から97シーズンの1月8日、リーグカップのクォーターファイナル、ミドルスブラ戦で途中出場でトップチームデビュー3日後にはリーグ戦、ウエストハム戦でリーグ戦のデビューを果たした。翌シーズンには44試合に出場、1999、00シーズンは右、サイドバックでの出場に限定された。 2001シーズンには UEFA カップ、FA カップ、リーグカップの3冠を達成した。2001、02シーズンには左サイドバックにポジションを変更。2004、05シーズン、ラファエル・ベニテスにより本格的にセンターバックにコンバートされるとリーグ戦全試合に出場を果たし UEFA チャンピオンズリーグ優勝に貢献した。2005、 06シーズンは FA カップの優勝に貢献。2006、07チャンピオンズリーグ決勝進出に貢献するも、決勝でミランに敗れ、二度目の優勝を逃す。2013年2月7日、2012から13、シーズン終了後の引退を発表した。2013年3月9日のトッテナムホットスパー FC 戦で、 リバプールでのリーグ戦500試合出場を達成。5月19日の QPR 戦がリバプールでのラストマッチとなり、87分に観客からスタンディングオベーションを受け交代でピッチを去った。1999年4月28日のハンガリー戦で代表デビューを果たした。イングランド代表としては必ず招集はされるものの、 その実力を発揮させる機会が与えられることは少なかった。ドイツ W 杯では右サイドバックとして4試合に出場したが W 杯の後イングランド代表監督がスティーブ・マクラーレンに変わったことで代表としての出場機会は激減。ジョン・テリーやリオ・ハーディナンドが不調や怪我で出られない時でもスタメンでの出場はままならず悩んだ末に クラブでのプレーに全力を注ぐべく2007年8月、イングランド代表を引退した。皮肉にも、その3ヶ月後、イングランドは、ペリーとファーディナンドを書いた状態で、急増ディフェンス陣をつかれ、クロアチアに、ホームで惨敗し、ユーロ2008を、予選落ちで終えた。一度は、代表を引退したが、ファビオカペット監督率いる2010年、南アフリカ W 杯においては、 カペロ監督の熱意にほだされ、イングランド代表に吹き、メキシコとの親善試合で3年ぶりに代表戦に出場、本大会にも出場した。引退後は解説者に転身。イギリスのスポーツ専門チャンネル、スカイスポーツの解説者を務める。ありがとうございます。